はい、酒好き直りのいい人が始めていきたいと思います。ですね、先ほど、ちょっと生放送、久々にやったんですが、飲酒、酒飲みの、酒好きな俺の飲酒生放送をね、やったんですが、なかなか面白かった。ね、八海山、日本酒のね、八海山と、あと、隠れか。なんだ、日本酒の隠れっていう、鶴の、年齢の齢と書いて、隠れと。まあ、それも八海山と同じ、魚沼産のお酒でね、新潟県の人が、なんだ、新潟県の魚沼市出身の人が来てくれて、ね、来てその人といろいろとね、話したというかコメントしました。ね。なるほど。今度隠れね、飲んでみたいですね、隠れね。あと、雪男っていう、その同じ酒造の、隠れと同じ酒造のね、辛口の、ね、日本酒も飲んでみたいですね。まあ、ということで、いろいろ、日本酒の話題でちょっと、まあ、ね、話しまして。ちょっとこれ、BGM ちょっとかけてるんですけど、あれなのかな？ちょっとあれなのかな？俺の大好きなガーネットクロー、もう解散しちゃいましたけどね。今後からちょっとこれをかけていこうかなと、ランダムでね。はい、ということで日本酒、旭山です。ねえ、この旭山、超有名な、これはどこの酒造かというと、旭酒造株式会社。こちらは何かというとですね、これは超有名な、俺が大嫌いな日本酒でもある。なんだっけ？あれ？久保田ですね。久保田の酒造の、同じ酒造の、まあ、いわゆるレギュラーの、日本酒というところでしょうかね。新潟県の長岡市。ね。アルコール度数が15度。原材料が米と米麹と醸造アルコール。括弧新潟県産米 100% 使用。となってます。ちょっと今もう日本酒飲んでね。いろいろ酒飲んで。ね、もう酔っ払ってるんですけど。まあ飲んでいきたいと思います。久々にね。で、関係ないですけど、今日、あれですね。もう今日終わっちゃいましたけど。なんだ。母の日だったんで。ね、今日、母の家に行って、ちょっと、ね、日本酒あげてきましたけどね。しめはりつるですね。そう、しめはりつるのね、話もいろいろしましたけど、しめはりつるも、あげてきました。うん。ね。今日、しめはりつるの、何あげたんだっけ？しめはりつるの、月か。うん。あ、本醸造酒ですね。確かね。そちら、母親にね、あげてきました。で、前回、いつだったかにあげた、日本酒の八海山も、まだ冷蔵庫に入ってましたね。あんまりね、お酒飲まないようでね、母はね。まあ、酒飲むと眠くなるっていう話で、あんまり飲んでないみたいです。うん。まあ、俺も眠くなるんで、いつも酒を、まあ、いつもね、俺ほんとすぐ眠くなるんで、コーヒー飲んで、とりあえず、起きれるようにして飲んでます、酒を。コーヒーを飲んでから酒を飲んでるっていうね。眠くなっちゃうから。
もう俺ほどの酒飲みになるともう、そこまで来るからね。酒を飲んで眠くなるのを予期して、予見して、もう、先にコーヒーを飲んでおくって。それで今12時超えてますけどね。うん。まあ、だいたい12時ぐらいまでは、もう確実にコーヒー飲まないと起きていられないんで。普通に11時ぐらいにもう速攻眠くなる。10時ぐらいかな。10時ぐらいにもう眠くなっちゃうんでね。コーヒー飲まないとね。まあ、ということで、朝日山飲んでいきます。乾杯。朝日山のカップ酒。これ製造年月日が2012年の、え？これ2012年だよな。2012年の11月9日。2012年、今14年だよな。1年半前か。1年半前の酒ですね。1年半前に製造された酒です。安定の。まあでも日本酒は別に逆に、ね、古酒の方がうまいっていう。まあ、少なくとも、封を開けてなければ。ね、少なくともね。うん、八海山もうまかったですからね。1年前の八海山ね。うまかったんで。うん。なんかすっげえ独特な。いや、これ美味しいですよ、普通に。多分、古酒の影響か、1年半前の、酒だからだと思うんですけど、すごい口当たりがね、口に含んだ瞬間に、ブワーっとなんかね、ものすごいなんか、なんだこれ。日本酒の、ブワーっとした香りが、ものすごい膨らんでくるんですけど。うん。で、今日、母親といろいろ話したんですが、なんか美味しいって言ったのに言われたんだよな。何の日本酒うまいっていう。言われたんだか、ちょっと覚えてないんですけど。何だったっけな。まあいいや。多分後で思い出すんで、それ買います。で、生放送で言われた、雪男と隠れはちょっと確実に買いますんで。まあ、新潟の酒なんで、まあ普通に売ってると、定価で売ってると思うんで。多分大丈夫だと思います。朝日山。ね、久保田の、酒造で作られたお酒ですね。うん。朝日山カップ。まあ、つまりところこれ、朝日山カップっていうのは、朝日山の110杯に相当するお酒みたいですね。180ml 207円。うん。で、なぜか、このカップ酒と違い、普通の110杯の 180ml。まあ、この瓶、この、これ結局開けちゃうとほら、栓できないでしょ。栓できるタイプの 180ml は231円となってます。飲み上げしない家飲みの定番品として新潟県で長年親しまれているお酒です。さらっとした口当たりで喉越しが良く、毎日の晩酌に最適です。うん。うん。トランスの波。
百寿杯が、あれ、グラフがありますね。旭山の百寿杯が、一番香りが静か。それでいて、割と味が深い方に、点が打ってありますね。で、逆に、吟醸生貯蔵酒が一番味が軽い。へぇ。だけど、割かし香りが豊かのところに点が打たれてます。でも結構香りするけどな。うん。一年寝かせた、あれが来てるのかな。てか若干ね、これ黄色いんですよね。若干っていうか、かなり黄色い。色がね。色がかなり黄色いんですよ。ほら。うん。ちなみに白はこれですからね。白はこれで、黄色、かなり黄色いですね。めっちゃ黄色くなってる。やっぱ一年前だからか。いや、一年半前だからか。かなり色が黄色い。うん。でもね、俺基本的に日本酒はやっぱ一番安いのを買う主義なんで。うん。一番なんか安いやつ、とりあえずその、もう何回も言うかもしれないですけど、結局、その酒造酒造でね、いろいろ銘柄があると思うんですけど、その酒造で、一番安いやつを飲んで、その酒造を判断する。っていう俺のポリシーです。これは。うん。いかに素晴らしい酒造でもね、結局一番安い酒に手を抜いてるようでは、もうそれは一人前の酒蔵とは言えないと。特に日本酒のね、酒蔵に至っては。そういう意味で一番素晴らしい酒蔵は今のところは八海山ですね。日本酒の八海山は普通酒でもめっちゃうまい。はっきり言って。時点で締め張りつる。ですね。手を抜いてない。この二つは。うん。うん。この旭山カップは、なんだろう。結構香りは強い方だと俺は思うんですけどね。まあでもまあ、十分強いとは思います。ただだいぶおとなしいですね。うん。香りは強いんだけど、口当たりがかなりおとなしい。うん。もう口当たりがもうすっげえ穏やかすぎて、なんか、結局のところ、その、酒って基本的にピリッとしたり、ほら、口のほら、舌にこう、刺激があったりするもんなんですけど、そういうのが一切ない。すっげえまろやかな。うん。日本酒になってますね。うん。うん。もうほとんど口当たりは日本酒というか酒という感じはしません。
こちらはあれなのか、日本酒度がいくらなのかちょっとわかんないですけど。多分日本酒度、ちょっとググれば、出てくるとは思うんですけど。あ、5ですね。5。日本酒度は5ってことは結構辛口です。うん。うん。うん。まあ、でも、うん。これはこれで美味しいっちゃ美味しい。結構口当たりがまろやかすぎて、もう、水っぽい。じゃあ水っぽい。かなり水のような、お酒になってますね。うん。うん。うん。水っぽい。うん。あれ、なんだっけな、ちょっと、うん。まあ、だいぶ水っぽいなっていうのは分かったんですけど。あれ母さんが言った酒、何て言ったっけな、新潟県の日本酒でくぐると、出てくるかな。うん。でも結構香りが強いですね。うん。ああ、香りが強い。うん。最初だけ香りが非常に強い。そっからだいぶおとなしくなりますけどね。あ、吉野川ですね。吉野川。そう。これがうまいって言ってました。俺の母さんが。吉野川。これも今度飲んでみようかな。うん。吉野川ね。これうまいよーって言ってた。うん。で、ああ、なるほどね。うん。まあ、俺が住んでるところが新潟県の中でもかなり北の方で、村上市、一番最北端の村上市のかなり近くなんで、これがね。まあ、村上市といえば、宮尾酒造、まあ、しめはりつるの、ね、酒造。と、もう一つ、太陽盛りっていう、太陽酒造っていうところがありまして。もう太陽盛り、一応そこに、俺の後ろに、カップ酒が、まだ用意されてるんですけど、まだ飲んだことないんですね。うん。こちらですね。うん。まあ、俺はね、聞き酒大会とか、一応、ね、柴田市の、酒の陣、行ったことあるんですが、そこの、ね、そこでは、一応あったんですが、さすがに俺は絶対無理だろうと思いまして、ね。絶対わからん。こんなわかるわけねえだろ。酒の、ね、聞き酒とかね。絶対わからないですよ。確実にわからないと思いまして、俺はやんなかったですけど、さすがに。恥をかきたくないんで。ね。だいたい日本酒なんて腐るほど種類あるでしょ。わかるわけねえっつうの。ね、ここで俺分かってね、俺、そこまで才能があればね、こう、上り詰めることできるかもしんないですけどね。まあ、少なくとも柴田の酒で、
結局、4酒造しかないわけですからね。確か4酒造だったよな。4つしか酒造がないんで、そこで、まあ、はぁ、あ、はぁはぁと。ね、1位取ればね、まあこの動画でも結構、有名になる、有名になるんではないかと思ったんですけど、きついよね。さすがに。だって4酒造あったとしても多分、1つの酒造あたり4つぐらい、あれが、酒の種類があるからね。16種類あるんですよ。16種類あって、それ1つ飲んで、16種類の中からこれですって言えるわけないでしょ。確実に無理です。さすがに。聞き酒なんだ、俺。無理です。うん。絶対無理。不可能。だと思うんで、俺はさすがに、俺は、しませんでした。あ、でも、旭山は、香りが結構フルーティーですね。今更言うけどね。香りがフルーティー。うん。ぐらいだな。そんぐらいしか俺言えないんだけど。まあ、でも、これは、一般的な日本酒と違って結構甘口、え？いや、なんていうかな、あんまり、口当たりが非常に、口当たりは非常にまろやかなんで、そういう意味では、初心者向けではある。とは言えます。ただこの香りが初心者に向くかどうかですね。うん。でも言うても口当たりがめちゃくちゃまろやかなんだよな。これはすげえ評価したいですね。ここまで口当たりがまろやかなのはなかなか。うん、だってさ、ここに隣にあるけど、ニカフロムザバレル。これアルコール度数 51.4 度。51.4 度なんですけど。これはね、51.4 度でもね、それを上回るほどの、口当たりの辛さなんですよね。だけど、これ15度あるんですけど、15度でも、もうほぼ、ピリッとも言わないですから。俺のバカ舌で、バカ舌でも、いや、バカ舌でもってか、うん。俺のバカ舌でもこの 51.4 度は相当きついですからね。もうガチピリッとどころが、もうビリ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 っていう状況ですか。でもこの15度、その3分の1か4分の1ぐらいなのに、ピリッともしない。それは評価したいですね。少なくとも日本酒が嫌いな人は、香りは割と強いんで、これは。うん。香りが強いっていうか、かなり強いですね、これね。うん。香りが強いっていうか、何か、こう、グラフで言うと、飲んだ瞬間に、ちょこっと来て、普通に来てね、そこはブギャーンと上がり、シューンといきなり下がって終わり、みたいな感じなんですよ。もうかなり、
飲んだ瞬間から、ちょっと来て、ブワーっと来るから。でも、そっから、喉に行くごとにもう、消えてるっていう感じ。だから、キレがいいのか。うん。もう飲んでだいたい1秒でいきなりブワーっと来ますから。いきなり飲んで1秒ぐらいになったらいきなりブワーっと来るんですよ。でもそっから一気に下がるんですよね。なかなか面白い。これはなかなかっていうか、かなり面白いですね。うん。これは、ちょっとまた、ちょっときついな。これ全部飲むのはきついと思う。まだ3分の2ぐらいあるんだが。ちょっともうここら辺でもう総評入っとくか。こんだけぐだぐだ言ってもしょうがない。でもあれだな、なんか全く関係ない話だけど、母親のあれは偉大ですね。俺母親が、母親となんだ、母親と父親が離婚しまして、で父親の方に俺と兄貴が引き取られまして、で弟が母親の方に引き取られたんで、母親の家と俺の家が別々結構離れてまして。で、まあ、たまに、2ヶ月に1回ぐらいかな。母親の家に会いに行くんですが。まあ今日会いに行ったんですけど、なんかすげえあれだね。やっぱりっていうか、なんか、あんまり、行くことないんですけど、行くとだいぶストレスが、関係ないんですけど、ストレスがすっごい、なんか今日行ったけどすっげえなんかストレスがすっげえなくなった。なんでなんすかね。なんかすっごいただ話しただけなの。ちょっと話して。1時間ぐらいかな？ 1 時間ぐらいしかいなかったんですけど。ものすごくストレスもなんか解消になったっていうかね。別に対して、まあ、ただ今の俺の仕事の状況とかを話しただけなんですけど。なんなんですかね？これね。やけにこの気分がなんかすっげー晴れやかになったっていうか、その後、まあ今日生放送したのもそこなんですけど、基本的に俺は生放送はあんまり最近しなくて、もうそれもやっぱりストレスの原因で、あんまりする気になんなかったんですけど、なんかすっげーなんかこの精神というか、この心臓のあたりの、なんか、もうなんか、何かが、使えみたいなのがなんか、ブワーっと一気に、なんか取れた感じしますね。すごい。夜のことなのでひらひらめく、過ごして、いやこれ4つ押していくか、
これはさ、どう考えても悪いんですけど、久保田よか美味しいんですが、これは。どうなってるんでしょうか。どう見ても、久保田よか美味しい件について。コクは三つ星。普通ですね。甘みがね、若干ある。ちょっと甘い系だな。香りがね、うん、非常にあるんだけど、五つ星とまではいかないなと。最初一気にブワーッと広がって一気になくなる感じなんで。まあ平均的に考えて四つ星かな。おすすめ四つ星。うん。これはね、美味しい。とりあえずカップだけで飲んでみるのもおすすめですね。まあ多分結構売られてると思うんで。少なくとも久保田よか明らかに美味しい。これ、久保田とは一体何だったのかという感じです。それではご視聴ありがとうございました。